男性から絶大な人気を誇り、奇跡の50代と言われる女優の石田ゆり子さん。未だ独身の彼女ですが、実は驚くべき金額の豪邸を建てていたようです。なぜ今になって豪邸を建てるに至ったのでしょうか。今回は石田ゆり子さんのご自宅の様子なども合わせてご紹介していきます。石田ゆり子プロフィール。石田ゆり子さんは東京都立桜町高等学校に入学し、台北日本人学校、東京都立青山高等学校を経て、女子栄養大学短期大学部を卒業しています。小学生の時に水泳の平泳ぎでジュニアオリンピックに出場し、第8位の記録を持つ腕前です。中学時代の3年間は父の仕事の都合で、台湾の台北市に住んでいた時期もありましたが、水泳は芸能界入りするまで続け、台湾では妹の光さんと共に台湾のナショナルチームに所属していました。高1の時に自由が丘、亀屋万年堂の前でスカウトされモデルデビュー。1987年に全日空の沖縄キャンペーンガールに選ばれて、テレビ CM やポスターなどに登場し、翌年1988年11月にドラマ「海の無理節」に出演し女優としてデビュー。同年12月には映画「悲しい色やねん」で映画デビューも果たしました。その後1993年4月に連続ドラマ「彼女の嫌いな彼女」でドラマ初主演を飾り、2005年映画「北のゼロ年」では第29回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞しました。また現在は1999年に妹の石田ひかりさんと設立した個人事務所風林社にて社長も務めています。石田ゆり子が都内に数億円もの不動産を所有。石田ゆり子さんは2017年に自宅を新築しましたが、その価格はなんと約3億円だそうです。ちなみに場所は文京区だと言われています。20年ほど前に購入したこれまで住んでいた高級マンションを売却し、2016年2月に新たに土地を購入。2017年7月からはそこで暮らし始めています。総額3億円と言われる豪邸は地上3階建てで、土地の広さは40坪以上あるとか。さらに石田さんは自宅以外にも2019年2月までに2軒のマンションを購入しているようです。どれも高級物件で総額はなんと7億円。セレブの豪快な買い物みたいですよね。またそれだけの資産を持っているなんてすごいです。なぜ高級物件を複数も所有しているの？独身で豪邸の自宅も保有している石田さん、なぜ複数も不動産を持っているのかというと、実はキキキリンさんからのアドバイスだったようです。キキキリンさんは生前不動産投資をして家賃収入を得ることを勧めていたとか。その影響で石田ゆり子さんも不動産投資を始め、現在不動産王なんて言われています。また石田さんの持っている物件は値下がりリスクが低い優良物件だそうです。確かに芸能界という浮き沈みが激しい世界で、家賃収入で安定した収入を得ることができれば安心です。また石田さんは未だ独身を貫いています。これだけ経済的な安定と余裕があれば、金銭的に男性に頼る必要もなさそうです。もしかしたら、一生独身を貫く覚悟の表れなのかもしれません。ペットを購入するために購入。また石田ゆり子さんが不動産を購入したのは、ペットの存在も関係していると言われています。石田さんは現在、愛犬1匹、愛猫4匹、合計5匹のペットと共に暮らしています。マンションから現在の一軒家に引っ越したのは、ペットにのびのび暮らしてもらうためという理由もあるそうです。何でも石田さん、結婚相手にはペ
ペットが大好きという条件が必須のようです。ペットたちのために広い豪邸に引っ越すくらいですから、やはり結婚は二の次という感じでしょう。石田ゆり子の自宅を大公開。石田ゆり子さんの文京区にあるというご自宅ですが、その外観については不明です。ですがインスタグラムではたびたびご自宅の様子が投稿されています。リビングと思われる写真には大きな一人用ソファーと愛犬の姿が。シンプルかつアンティーク調のインテリアが可愛らしいです。また壁には数々のアートも設置されており、まるでカフェのようなインテリアです。ちなみに石田さんはブックショップガスパールやザ・ペニーワイズといったショップで家具を購入しているそうですよ。こんな綺麗で広い家で石田さんと暮らせるペットたちは毎日幸せでしょうね。いかがだったでしょうか。石田さん7億円もの不動産を所有しているとは驚きでした。今はペットたちとの日々が幸せそうで、結婚はまだまだ考えていないようですね。50歳になっても美しく第一線で活躍し続けている石田ゆり子さん、これからの活躍とプライベートにも注目です。